日本プロレタリア芸術連盟は1920年代のプロレタリア文学の団体である。1925年に結成された日本プロレタリア文芸連盟は当時のプロレタリア文学の中心的な組織として活動していた。プロ連は1926年11月、アナーキスト系の人々を外して再組織し、日本プロレタリア芸術連盟と名称を変えた。この時、委員長は山田清三郎、書記長は小堀仁治、委員には中野茂春、林房夫、佐々木高丸、柳瀬正夢たちが選ばれた。雑誌、文芸戦線が機関紙として機能していた。ところが、1927年2月、無産社新聞に掲載された、梶渉の、いわゆる社会主義文芸を克服せよという論文は、芸術を大衆への進軍ラッパとする立場から、プロレタリア文学運動を批判するものであり、その受け止め方をめぐって対立が起こった。そして、6月、葉山義樹、林房夫、倉原コレと、黒島伝次、村山智義らが、プロ芸から除名され、彼らは、労農芸術家連盟を発足させた。また、友好関係にあった、演劇集団前衛座も、久板英二郎、佐野博たちが脱退し、トランク劇場を改め、劇団プロレタリア劇場を作った。その結果、プロ芸に残ったのは、中野茂春、梶渉、松山文夫たちであった。プロ芸は、新しく、機関紙、プロレタリア芸術を創刊した。中野茂春、交番前、窪川稲子、キャラメル工場からなどの作品が掲載された。1928年3月の 3.15 事件の弾圧は、プロレタリア文学の分野での統一を促し、労芸から分かれてできた前衛芸術家同盟と合同し、全日本無産社芸術連盟が結成され、新しい機関紙、戦記が創刊され、組織は発展的解消を遂げた。ありがとうございます。